なんだあんた。あなた方は。あなたたち、確か警察の人じゃ。ええ、クロスベル警察の者です。こちらの異変に気づいて皆さんの安全を確認し、助かったわ。バスから引きずり出された時はどうなることかと。あんたら途中で止まってたバスに乗っていたのか。ああ、道の途中でいきなりあの黒服たちが。無言で銃を突きつけられて抵抗しようとした運転手さんは。そうだったんですか。しばらくの間ここで待っていてください。皆さんの安全は自分たちが必ず確保します。よろしく頼んだ。あんたたち、確か警察の。市長さん、ご無事でしたか。よかった。どうしてここに。ひょっとしてもう安全なのか。いえ、私たちも先を現在安全を確認しています。そうかい。どうやら怪我をしてる人がいるみたいっすね。ああ、うちの警備員とバスの運転手さん、あの黒服たちに撃たれて。一応応急手当は済ます。そうですか。セシルネや他の人たちは。ああ、ちょうど仕事中だったし、かなりの人間。私はちょうど休憩中でこっちに来た。こんな大変な時に病棟から話。市長さん、安心してください。セシルネや患者さんたちは俺たちが絶対に。市長さんたちはどうか怪我をされ。わかった。こんなところにも。片付けるぞ。かかってきやがれ。任せてくれ。俺の番だな。任せろ。さてと、リカバーモード。ありがとう。さてと、みんな頑張ろうと。任せてくれ。行くぜ。
駆け寄るの神事戦場を浮かぼうか諏訪村どもを貫け。私の番です。あ、任せてくれ。やっと。よし、もう大丈夫だ。これは病院の関係者から奪ったものかもしれ、どこかで使えるんじゃねえか。ああ、さあ、かかってこい。俺の番だな。おお、よし。俺の番だな。ドライブ開始。それ、任せてくれ。俺の番だな。ぜい、おっしゃ。赤き夜の神事戦場を浮かぼうか諏訪村どもを貫け。行きます。あ、データ収集終了しました。やだ。安心してください。私たちは警察の人間。お、女の人？警察の人って？ええ、侵入者を制圧しながら安全を確保している状況。どうかしばらくの間ここで待っていてください。わかったわ。頑張って。
よし、さっきの鍵があれば。人気はなしか。マフィアの姿もないわね。いや、建物のあちこちからおそらく病院関係者は各所に避難しているのだ。ええ、かなりの人数がマフィアの人たちの気配も。なるほど。よし、待ち伏せか。行くぞみんな。おい、よし、えいっと、俺の番だな。任せてみんな。頑張って。参りました。はい。行くぜ。ふん、よし、行くぜ。赤き夜に信じ、戦場をかけ、つわものどもをつなげる。S34! ちょろいぜ。セラさん、皆さんはひょっとして助けに来てくれたのかい？ああ、侵入者を制圧しながら全員の安全を確認してるところだ。危険なのでしばらくこちらで待っていてください。わかりました。上の階には他のスタッフと入院か。彼らの方も。了解しました。いきなりですか。片付けるぞ。データ収集を開始します。そこだ。よし、えいっと、私の番ね。みんな、ありがとうございました。任せろ。おっしゃ。
任せろ。赤きゅうに死ぬし、戦場を使う。ジェス・スクルビオリオン。はい。あ、そこ。よし。おっしゃ。ちょろいぜ。あなたたち、ランディさん、弟くん。おっ、ランちゃん、無事だったか。よかった。患者さんは全員いますか。この部屋にいた人だったら全員揃ってるけど。ねえ、あの黒服たちはもういなくなっちゃった。いいえ、残念。今は侵入者を制圧しながら、皆さんの安全を。危険かもしれませんから、ここで待っていてください。わかったわ。多分エイダやフィリア、セシル先輩、絶対に助けて。ええ、もちろん。私の番です。行くぜ。赤き夜に侵入し、戦場を行く。ジェス・スクルビオリオン。さて、みんな、ありがとう。私の番です。リカバーもらって。ありがとう。よし。俺の番だな。ちょろいぜ。お、君たちは。ロイド君に、ランディさん、エイダさん、
無事でしたか。やれやれ。君たちが来たということはマフィアたちは去ったのかね。いえ、ま、現在彼らを制圧しながら。そうなると私たちは下手にここから動かない方がいいのかしら。ええ、病院内が完全に安全になるまで。わかった、よろしく。3階には個室の患者さんが残っていると思うわ。セシルさんとフィリアもいるはずだから。はい。敵集団との戦闘を開始。行くぜ。おっしゃ。赤き夜の侵入者、戦場岡場君、つわものどもを貫け。フィリアちゃん無事だ。確かクロスベル警察の。もしかしてもう安全なのか。 いえ、まだ侵入者は。それより、うん、用務員のダイソン、あいつらに切りつけられて。一応応急処置はしたから命に別状はない。まだちょっと目が離せないかな。そうですか。そういえばこの部屋の患者さんはどちらに。ゲバルっていう議員のおじさんが使っている部屋な。うん、こんな時にどこに。まあずっと仮病で入院してるだけの人だから心配はいらないと思うけど。とりあえずこちらでも。ところでセシル姉がどこにいるか。セシル先輩、あれれ、ナースセンターに戻ってると思う。いや、確かセシルさん301号室のミハイル。今日はしずくちゃんが外出して寂しがってるから絵本を読んであげるって言ってたけど。
301号室って。ああ、誰もいなかったが。本当？それじゃあどこへ。セシル姉とミハイル君はこちらの方でさ。お二人は怪我人の。よろしくお願いね。やっぱり誰もいないか。ベッドの下に隠れてるとか。そうでしたら私が気づ。どうやらこの部屋の主はそのセシルという看護。とにかく探さないと。おう。あれ？頼む頼む。なんだこのおっさんは。帝国派のゲバル議員、フィリアさんに聞いた人物ね。なんだお前たち。マフィアどもでは。クロスベル警察特務支援課のゲバル議員、ここで何を。隠れていた。おそらくマフィアどもはわしを。ハルトマン議長、まさかこんな形では。エリ、どう思う。完全に被害妄想だ。多分議長はこの人を全く重要視していないはずよ。ああ、そうだお前たち、わしを連れてこ。わしはまだ。あいにくまだ安否が確認できない人たちがいます。自分たちはその確認をしなくては。一旦お部屋に戻って待って。この辺りのマフィアを制圧したので安全に移動できると思います。貴様、クロスベル自治州を代表する大物議員の一人。うるさい男だ。軽く眠らせておくか。なんだお。その格好。どこで聞いたの。よもや兵ゆえに関する怪しげな噂では。からかうのはそのくらいにしてくれ議員。とにかく今は緊急事態。どうか協力してお部屋に避難してください。分かった。一刻も早く。やれやれ、入院患者とは。まあ仮病で入院していただけの。時間を取られた。セシルに。あれは。おい、やばいぞ。セシルお姉ちゃん。大丈夫、大丈夫だからね。さあしっかりつかま。このまま病棟まで逃げ、うん、逃げ切るのは難しそうね。でもうまくやれば。セシルね。ロイ札のお兄ちゃんたち。話は後だ。こいつらを撃退する。巻き込まれぬよう気を。負けられない。俺の番だな。はあ。
だな。えいっはっ。私の番ね。みんな、ありがとう。はい。行くぜ。ロイド、それにみんなもありがとう。なんて、いやいや、お礼なんて、ご無事で何よりでした。間に合ってよかったです。本当に無事でよかった。セシル姉に何かあったら俺、ロイド大丈夫か。発作が出ちゃ、ミハイル君、部屋に戻って。うん、ごめんね、セシル。僕がわがまま言わなかったらこんなことに。大丈夫、大丈夫だからね、セシルね。俺、とっとと中に戻るとすっか。そう、そんなじじ、まさかヨアヒム先生が。まだ怪しいと決まったわけじゃないけどね。彼はまだ研究棟に。それはわからないけれど、他の教授の方々は研究棟に取り残、黒服の人たちが連れ出したのは研修医の人たちばかり。そうか。ところでさっきの魔獣は一体何だったんすか。不気味っつうか。そうですね、まるで何かのバランスが。やはりマフィアたちが連れ。わからないけれど研究棟からいきなり。それでどうやら研究棟とやら時間が欲しい。ああ、なんだこのモヤは。なんだか。おいおい、まさか危険なガスとかじゃね。いいえ、人体に影響するものではな、精神には影響がありそう。おそらく邪気を。どうやら思って。また片付けるぞ。敵集団との戦闘を開始。任せてくれエリア。さて、みんな、ありがとう。俺の番だな。ふん。さてと。あ、任せてくれ。赤き夜の飼育サボサボ。ジェスプビオビオ。よし。さてと、そこです。はあ。
安心です。やはり普通の魔獣とは違う。東野総員で戦ったのと上位三属性は働いていませんが、私も同感です。ひょっとしたらマフィアたちと同じく例のグノーシスなる麻薬が投与、つまりそういうことだ。はい、手強いのもうなずけるわね。とにかくセシルに絵によればまだ教授たちが取りの、ヨアヒム先生ともども、ええ、手遅れになる前。データ収集を開始します。エリア、俺の番だな。行きます。そこです。さて、みんな頑張って。行くぜ。赤き夜に戦場を使う。データ収集終了しました。もしかして壊れてい、 いえ、何らかの理由、動かすためには認証用。何を外しておるか。まったく、これだから無能な外科医師は。そういうあんたこそ、これだから内科医師は口先ばかりで使えんのだ。なんか魔獣じゃなかった。おお、君確かクロスベル特務支援課のものです。やれやれ、まさか薬品を投げられるとは思いもしなかったぜ。これ酸か何かです。すまん、実験用の酸。多少刺激は強いが毒。まったくお二人とも軽はずみはいけません。来ましたと言ったのは酸化液の瓶を見つけたのも君だったと思うが。あれれ、そんと、とにかく内部は、ま、護衛しますので一旦ここから出ましょう。では、ヨアヒム先生は全く見かけていないんですね。うん、例のクロフたちが研究棟に乗り込んで、てっきり夜釣りにでも行ったのかと思ったが。そうですか。残念ですが、そうね。そういや、研究棟にいる魔獣はどこから現れ、マフィアが犬と一緒にわざわざ連れ、いや、どこからともなく現れたという感じだった。私も見かけていないな。あれれ、あの魔獣だったら変な人が連れていたような。黒い服じゃなかったからマフィアの人には見え。それってクマみたいな大男とか。いえいえ、なんだか普通の人でしたけど、エレベーターで4階の方に上がっていっちゃいました。4階、教授たちの研究室のあるフロアですか。何者なのかしら。うん、
中を調べるのならくれ。私たちは病棟の空き部屋にひとま何か困ったことがあればいつでも来てくださいね。魔獣を率いた謎の男、お前たち心当たりを。いや、どうやらヨアヒム先生とは別人みたい。何者かは知らねえが、とっ捕まえる人、なんとか4階に上がってみようぜ。ああ、先生、気をつけて。わかった、任せてくれ。そう、おっしゃ。みんな、助かりました。はい、エニグマ、俺の番だな。任せてくれ。これはこの研究棟の認証、エレベーターのロックなども解除できる、うん、ようやく確信。敵接近、注意してください。あ、俺の番だな。そう、俺の番だな。あ、ええ、みんな頑張って。ありがとう、任せろ。赤き夜の戦場だ。まあ、こんなもんかね。
かかってきやがれ。行くぞ。せや。任せろ。みんな、大丈夫だった。行きます。解放します。移送空間にアクセス。絶対障壁の個別攻撃。ゼロゼロフィールド。おっしゃ。行くぞ。赤きより戦の戦だ。私の番ね。上等だぜ。みんな分かりました。私の番です。えい、行くぞ。やっほ、行くぞ。行くぜ。私の番です。えい、えい、任せろ。私の番ね。みんな、おっしゃ。ふん、私の番だ。よし、やりゃ。助け出しよう。まあ、こんなところか。よし、さっきのカードを。終わらせるぞ。よし、そこ、はい、あ、任せてくれ。さ、俺の番ず、任せて、はい、私の番で、あ、はあ、これで一安心です。もらったぜ。俺の番だな。さてと、任せろ。私の番です。えい、俺の番だな。そう、任せろ。えい、そこ、はい、えい、行くぞ。任せろ。ふん、任せてくれ。さあ、任せて。みんな、頑張った。私の番です。そこです。行くぞ。任せろ。
任せて。はっ。よかった。存外早かったものだ。あなたは、やあエリー、2ヶ月ぶりになるかな。まだ酔いの口だが、月の綺麗な晩じゃないか。アーネストさん、その瞳の色どうやら魔性に落ちたらしいな。ほう、これは噂のインドのもご一緒。君が余計なことを吹き込まなければ私の立場も安泰だ。どうやらお礼をする機会が巡ってきて。我が存在は影、人の身で語るは叶わ、たとえ魔性に落ちようともな言ってくれる。どうやらあなたが魔獣を率いていたようですね。それ以前にどうしてあなたがこんな場所にいる。拘置所にいるはずのあなたがあの建物ならこの病院と同じくすでに我らの手に。何？拘置所の警備はベルガード門の警備隊が担当しているはずだ。
そんな場所をマフィアが襲ったってのか。ちなみにルバーチェごときは我らと同じに、彼らは単なる傀儡さ。我らの計画を成就するためのね。やはりそうか、グノーシスを服用した者を何らかの方法で操っているんだな。そのと、全ては偉大なる我らが同志の計画によるもの、大いなる儀式を遂行するための駒に過ぎないというわけさ。偉大なる同志、 BG 教団の残党にしてマフィアの背後に潜んで、つまりこの部屋の主というわけか。上位三属性の気配。それを確かめたければ私を退けてみるがいい。同志の導きによってグノーシスに至った私をな。来るぞ。我が剣の前に滅びるがいい。敵接近、狙い撃つわ。俺の番だな。任せてくれ。えいっはっ。おっしゃ。ふん。えやっ。さてと。あっ。行きます。開放します。移送空間にアクセス。絶対障壁を個別展開。ゼロゼロフィールド。俺の番だな。エイト。おっしゃ。おっしゃ。赤き夜の真実、戦場か、戦場か、つまむこともあつらけ。しました。よし。セイパー。おっしゃ。はあ。おお。赤き夜の真実、戦場か、戦場か、つわものどもを貫け。最後、ありがとう。
俺の番だな。俺の番だな。赤き夜の神事、戦場をかけ、つわものどもを貫け。赤き夜の神事、戦場をかけ、つわものどもを貫け。行くぜ。行くぜ。赤き夜の神事、戦場をかけ、つわものどもを貫け。ここまで食い下がるとは、正直予想外だったぞ。アーネストさん、
どうしてそんな、おじい様を裏切って邪悪な教団の巣窟となって、どうしてそこまで落ちてしまったんですか。落ちた、いや真実に目覚めただけ。そう、このクロスベルという血が理屈抜きでわかるんだよ。意味不明です。完全に言っちまってるな。ザレ事はそのくらい。元市長秘書アーネスト・ライズ、自治州法に基づき傷害、騒乱、不法占拠、薬物使用、拘置所脱走などの容疑で現行犯逮捕する。おとなしく捕まってもらうぞ。そう焦ることはない。まだ夜は始まったばかり。同志の思考はこれからだ。そちらに招待状があるから、せいぜい目を通しておく。何、あれは。それではまた会おう。君たちがこの先の市地を見事切り抜けられたらな。逃がすか。な、今のは。星見の塔にもいた太古の翼竜。おいおい、めちゃくちゃ死人だろ。さすがに追うのは無理か。時が惜しい。とっとと目。そのどうしとやらが用意した招待状とやら。この紋章は、もしかしてこれが DG 教団の。それにあの総員にあったのと似ているような。あの薄気味悪い悪魔が現れやがった場所か。ほう、そんな場所があるのか。あんたが待ち受けていた塔と似たような場所でね。それはともかく、世も末だな。まさかハルトマン議長さえも取り込まれていたとは。どうやら何かの弱みを握られて協力させられてたみてえだが、この楽園ってのは何なんだ。わかりません。ひょっとしたら教団のロッジの一つかもしれませんが。いずれにせよ、ハルトマン議長は彼に弱みを握られていた。そして彼がクロスベルに潜伏するのをルバーチェに手伝わせたのか。い
許せない。自治州代表の一人でありながら、なんという愚劣なことを。こんな人のためにおじい様は長年苦労して、お父様はクロスベルを捨てて。エリー、考えに浸るのは早い。この黒いファイルによれば、グノーシスを製造している場所は病院ではなく別の場所のようだ。そして出荷リストによれば、マフィア以外にもかなりの量がどこかに流れているらしい。ああ、どうやら彼はここ以外にも拠点を持っていることにな。ひょっとして行方不明の人たちはそこに。ありえそうですね。一体どこにあるんでしょう。そのマフィア以外の卸し先ってのも気になるな。おい、まさかヘイユエとかいうオチじゃねえだ。あのツァオがそんなものに手を出すほど可能性があるとすれば、どこぞの野心的な制約会社、もしくはテロリストや傭兵団、各国の確かにな。つくづくクロスベルという地の特異性が恨めしくなるわね。ああ、こちらの白いファイルも確かめてみよう。これは6年前の儀式の被害者たちか。外道がこんなものを。ごめん、ティオ。中を。謝らないでください。どうかそのまま確認してください。ああ。この頃の表情に比べたら。ディオ、言うまでもないわ。見違えるほど。お世辞でも嬉しいです。ロイドさん、どうか確認を。わかった。こいつは。レンさん、そう、やはりそうつながるのね。うん、その娘もお前たちの。当時共和国の東方人街でも拉致事件の噂は耳にしたが、しかし、よくもまあこれだけのことをしでかしたものだ。キーヤちゃん、そんな。やろう、まさかとは思ったが。例のオークションでお前たちが保護した少女、この写真だけ新しいようだが、最近撮ったものという。ああ、くそ、最初から知っていたのか。私たちがキーヤちゃんをここ。彼は何食わぬ顔で検査入院を進めてきたのね。おそらくそうでしょうね。何この声は。あ、レンちゃん。おいおい、君はいつからそこに。気配を感じなかった。どうやらただものではなさそうだな。あなたと同じくらいにはね。改めて自己紹介を。ウロボロスの執行者ナンバー15、殲滅天使レンよ。お見知りおきを。エステルたちから聞いた通りか。ウロボロス、なるほど、野生狼の同類か。あら、バルターのことを知っているの。前に一度やり合ったこと。結局
決着がつかずに取り逃がしてしまったがな。彼も同じように思っているでしょうね。レンが結社に戻っていれば一緒に誘ってもよかったけど、それともブルブルあたりを誘った方が喜んでくれたかし。かの怪盗の名まで出てくるからウロボロス、なかなか興味あなたみたいな人が今までスカウトされていないのはむしろ不思議な気もするけど何か理由でもあるのかしら。たわごと。レン、ひょっとして結社も関与しているのか。この研究室の主が起こそうとしている企みにそれはないわ。レンはあくまで個人的な理由。ヨアヒム・ギュンター、セウルスライカ大学准教授にして DG 教団全ての儀式の成果を集めて闇に消えたグノーシス。これでやっとレンの知りたい全てが揃ったわ。そうか、君はあの白いファイル当たりはついていたけど、彼の怪我も治ったし、お兄さんたちにも助けてもらった。これでやっとこの地にとどまる理由は、エステルたちに会ったら伝えておいてちょうだい。レインを捕まえられる無駄な努力だとは思うけど。君は一体この地のレインはキティ。気まぐれに観察。お兄さんたちを助けるつもりも。でもまあ一つだけ、あの子は多分全ての鍵言われるまでもない。全ての鍵、ひょっとしてキーヤちゃんのこと。そろそろレンは行こう。それでは皆様、グーテンアーベント。ら、おい、私たち夢でも見ているの？ウロボロス、あそこまでの技術力だなんて、うん、どうやら認識を改める必要。ったく、あの秘書野郎といい常識外れすぎんだろう。ああ、だがどうやらレンは事件には関わってないようだ。黒幕の正体も判明して、その狙いもおぼろげだが見えてきた。こうなったら急いでクロスベル市に戻って。すごいタイミングね。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。よかった、無事だ。私よ、警備隊のソーニャ。ソーニャ副司令、今どちらにいるんですか？ちょうど病院に到着したところよ。これから部隊を突入させるけど。マフィアたちは一通り病院内の人たちに声をかけて保護してあげてください。わかったわ、また後で。やれやれ、これで一安心ってと。ええ、でもまだ気が抜けないわ。そうですね、あの秘書さんの予告ではまだ何か。ああ、副司令と話したら急いでクロスベル市に戻る。どうやらここいい。これ以上付き合うサオへの報告は十分だし、お前たちと同じね。あなた一体。今宵は会うこともあるな。だが夜はまだ眠い。くれ。ああ、ありがとう。ま、
一応礼を言っとくぜ。お疲れ様でした。さらば。町に戻るのね。ごめんセシルね。本当だったら復旧の手伝いをしなくちゃいけないのに。気にしないで、警備隊の方々もいるし、あなたたちはあなたたちにしかできないことを。キーヤちゃんの身が危ないかもしれないんでしょ。ああ、正直ヨアヒム先生の狙いはまだはっきりとはわからない。この混乱した状況で俺たちがどう動くべきかも。でもキーヤはあの子だけは必ず守ってみせる。私も同じくです。絶対に守ります。ま、危ない野郎のもとには大切なのはあなたたちが何を。それさえ見失わなければきっと答えは出せるはずよ。大丈夫セシルね。そう言っていただけると本当に心強いです。言おうとしてたことを。拘置所の方も襲撃されて警備隊も相当混乱しているけど、ベルガード門の部隊と連携して事態の収拾に当たらせてもらうわ。長い夜になりそうだけどお互い頑張って乗り切る。はい、ま、せいぜい気張ら。それじゃあノエル、大至急ロイド君たちをクロスベル市に送ってちょうだい。可能な限り急いで。ただし。イエスマム。さてと、病院内のセシルさん、研究棟に案内してもらう。ええ、みんなどうか気を。それからガイさん、どうか。さすが皆さんです。何を考えている。ヨアヒム・ギュンター、一体どういうつもりだ。どうして自分が不利になる情報をわざわざ残したりする。確かにな。
お前たち、偽装の可能性はどう思う？正直、この状況で偽装する意味はないと。全ての状況が彼を指し示し、ルバーチェや議長との関係も明らか。インの行動を見る限り、ヘイユエや共和国派の仕掛けの可能性も低いのではないかと。ま、これ見よがしに誇示してるだけ。あの秘書野郎の態度だってかなり言っちまった感じだったし。同感です。その2つのファイルからは自己顕示欲と合わせて何らかの狂信的なメッセージを感じ、それもおそらく。なるほどな。そこまでこだわらせる何かをあの子が持っている。バカバカしい。ただの脳天気な。こんなことをしてまで一体何をしようって言うんだ。さてな。だがこの白いファイルに彼女の写真が挟まって。ロイド、どう思う？はい、6年前までに行われていたいくつ、その締めくくりとしてキーアを利用するというメッセージかもしれません。チッ、絶対にさせません。なあ、もちろんだ。ダドリーさん、上層部の方はどうですか？間が悪いことに、例の拘置所襲撃の知らせがあった。しかも拘置所の近くにあった警察学校と訓練場も襲われたらしい。そちらへの対応で警察本部は蜂の巣をつついたようになっている。わかりました。これ以上は当てにはできま、遊撃士教官に頼んでキーアを外国に逃がしましょう。ロイド、それは。もちろんアリオスさんかエステルたちに任せることが条件だ。リベールあたりなら安全だろうし、教団の手も届きにくいはずだ。うん、確かにそいつが一番安全か。だがいいのか、お前自身の手であの子を守れなくなった。俺のこだわりやプライドなんてみんなは反対かもしれないけど、あの子が少しでも安全なら俺はそちらの可能性にかけたい。ロイドさん、やれやれ、仕方ねえか。そのつもりなら急いだ。国際定期船の最終便は急げば今夜中にリベールへあの子を逃が。よし、ギルドに連絡しろ。アリオスあたりが戻っていたらそのまま任せる。奴なら娘とキーヤの二人、何があっても守り。はい。はいはい、こちら遊撃士協会クロスベル。ミシェルさん、支援課のロイドで、今よろしいですか？あら、坊やだったの？どうしたの？うちのメンバーはまだ戻ってきてないけど。そう、アリオスさんがいつ戻るか。ああ、彼ならそろそろ戻ってくるはずだけど。なんなのあんたたち！ここはブレイサーギルド！ミシェルさん、どうしたんでダメだ？通信機。
何があった？遊撃士協会が何者かに襲撃されたみたい。通信が切れる直前に機関銃の音がした。まさか操られたマフィアどもか。可能性は高そうだな。いや、マフィアの襲撃にしてはちょっと気になることが。何？そうだ、違和感。そうだ、あれはマフィアが使っていた重機関銃の音じゃなかった。どういうことだ？この音は。早く出ましょう。あ、ライド、通信機が鳴ってる。ああ、すぐに出る。ごめんね、しずくちゃん、うるさくしちゃって。いえ、何かあったんですか？はい、特務支援課です。その声はノエル総長。はい、実はロイドさんたちにお伝えすることがあるんです。ベルガード門の部隊との連絡が完全に途絶。なんだって？一体何があったんだ？わかりません。こちらも現在確認中。一応そちらにも伝えるよう副司令に指示されました。わかった、情報感謝する。そうだ、こちらも伝えることがあるんだ。市内でギルドが。わかりました、副司令に伝えておきます。何が起きているのかわかりません。くれぐれも気をつけて。ああ、そちらこそ。警備隊方面で何があった？ベルガード門の部隊との連絡が完全に途絶したそうです。今現状を確認中とのことでした。なんだと？一体何が？サイト。なんだ、外に何かいるのか。囲まれてる、気をつけろ。なんか集まってきてるって言ってるみたい。本当か？ひょっとして遊撃士協会を襲撃した？間違いなさそうだ。総員、脱出の準備を。ロイドとランディはキーヤとしずくを連れて行け。はい。アイサー、ティオは周囲の警戒を。エリーはフォローに回れ。はい、了解しました。ダドリー、シンガリは俺とお前で持つぞ。了解です。キア、しっかり捕まっ。しずくちゃん、失礼させても親父さんに比べりゃ頼りねえだろうが勘弁な。そんなこと、よろしくお願いします。よし、なるべく陣形を崩さずに。行くぞ、裏口から撤退。まさか今のはベルガード門の警備。ああ、見知った顔がいたぜ。まさか
マフィアと同じように操られ、その可能性は、とにかくなんとか警察本部まで。先生、これはどうやらただごとではなさ。ハロルドさん、あんたは家、他の人たちもは、どうすれば。警察本部に行くならこのまま行政区に。なんや、お祭りか。変な取り合わせね。何の騒ぎだい。うるさいったらありゃしない。勝利。なんやねん、一体。さすがにきついな。ライド、私降ります。いや大丈夫。こんくらい、ま、あら、弟くんじゃない。イリアさん、皆さん、あ、ピーシャとグースカ寝てた人だ。グースカ寝て、それはともかく、かわいい大きな犬までいるし、楽しそうな組み合わせじゃない。二人とも急いで劇場内に避難してください。すぐに連中が。何台持ち出してんだ。えアトラクションか何。気合が入ってるじゃない。とにかく避難してください。おい、何をしている。警察本部に急ぐぞ。はい。君たち、警備隊司令の命令かね。事と次第ではただでは済まんぞ。まさか本部が。視聴者、あのシャッターは簡単には破れん。お手が来る。噴水前を迂回して中央広場に戻るぞ。アイさん、フラ、へい、そこをどきたまえ。私の孫娘たちに、市長、どうか。危険です。お下がりください。一体何。議長、ここは中に。バカ、まさか彼の仕業なの。戻って
備隊の姿はいない。うまく負けたってこと。セルゲイさん。ああ、よし、ここから先は別。お前たちは東通りを抜けてプロ。どうやら暴走してるのはベルガード門の警備隊のよう。多分ソーニャの部下たちは当てにできるだろう。街道に出たらタングラン門に連絡して車両で迎えに来た。わかりました。俺とダドリーはかく乱のため、ここ連中の注意を引きつけてかき回してやる。そんな。おいおい、何無茶言ってんだ。私たち二人ならばかく乱してから撤退することなど造作もないことだ。グズグズするな。一刻の猶予。ダドリーさん、行きましょう。課長、気をつけてね。ダドリー、一家のエースの実力改めて見せてもらうぞ。そちらこそ、かつてあの二人を率いていた伝説の班長の実力見せてもらいましょうか。これは襲撃された。お父さん。あら、ミシェルさん。よかった、無事だった。ええ、あの後なんとか切り抜けて脱出したの。連中がいなくなってからこっそり戻ってきたんだけど、まだ連中しないね。ええ、行政区を中心に。なるほど、市外にいた遊撃士たちも戻り次第フォロー回すから。あと、しずくちゃんは合点症任せてください。ミシェルさん、どうか。ええ、そっちもね。さすがにここまで追ってくる気配はないな。ええ、課長たちのおかげでしょうね。無事だといいんです。今はエイドスに祈るしかねえな。ああ、キア、しずくちゃん、大丈夫？はい、キアも平気だよ。みんなと初めて。そうだな。あのオークションからまだ一月ちょっとかよ。ちょっと信じられません。さてと、このまま街道に出るとして、先にタングラム門に連絡する。なあ、繋がりにくかったらノエル総長の方でもいいだろう。わかったわ。話し中みたい。無理もねえ、相当混乱してんだろう。しばらく通信はつながりにくいかもしれませんね。仕方ないわ、直接ノエルさんの方に。なんだ。おい、まさか。ドゥバーチェ。病院を襲撃したのとは別動隊みたいです。300人近い大所帯だ。他にもいるとは思ったが。ここは突破するしか道はなさそうね。キア、しずくちゃん、できるだけ下がっててくれ。承知しました。話した。
の番だな。ずい！ちょろいぜ。よっしゃ。みんな、このまま街道に。さすがにあれは無理だな。仕方ねえ。一度町に戻って旧市街あたりにでも。絶体絶命ってやつか。お父さん、なんとかこの子たちだけで。あれは車がもう一台。このリムジンはディーター総裁の。さあ、早くお乗りなさい。ベル、マリアベルさん。話は後だ。とにかく乗りたまえ。はい、キア、乗り込むぞ。うん。しずくちゃん、つか。はい。ルバーチェのみならず警備隊まで。なんというかとんでもない状況です、ええ、正直悪夢を見ている気分。ところでおじさまたちはどうしてあんな。ああ、共和国での商談があってその帰りだったんだ。タングラム門を越えたあたりでマフィアたちの襲撃を何とか振り切って町にたどり着いたら君たちが襲われていたというわけさ。そうだったんですか。いやしかしマジでこの車もしかして防弾っすか。ああ、特注品でね。ガラスも防弾だから簡単には。ラインフォルト社製の最新の防弾リムジンですね。なるほどね。でもさすがに砲撃。お父様、このまま IB。 ああ、彼らも疲れているだろうからゆっくりと休んでもらおう。そんな、これ以上ご迷惑をおかけ。そのお気持ち。エリー、水臭いことを言わ。 IBC のゲートは特殊合金製だ。それに IBC 総裁としてクロスベルの治安についてできれば詳しい事情を君たちから聞いた。おじさま、わかりました。決まりですわ。二人とも。キーは眠くないよ。大丈夫です。無理もないわ。もう10時近くだし。あれだけの修羅場に付き合わせちまったからな。IBC に着いたら別。よし、そうと決まれば。お父様、現状で判明していることは確証があるわけではありません。
いずれきちんとした証拠を揃える必要がある。ああ、君たちの立場ならそうだろう。だが私は今その教団の残党とやらの罪深さはもちろんだが、そんな連中につけ込まれここまでの事態を引き起こした愚か者たちには、はい、私とてクロスベルの状況が難しいものであるのは分かっている。ルバーチェのような存在や議員や役人たちの腐敗についても、どうやらおじさま、そうですわね。 IBC は少なからずクロスベルの政界に影響力。お父様は今まであえて中立で、その態度が今すまない。そんな、いや、さすがにそれは気にしす、実際権限や責任があるわけでもない。いや、時の政権に対して財界がある程度、それ以前に私にも、だが忙しさにかまけ、それは私たち市民一人一人がそうだったと思う。ああ、いずれにせよここで愚痴っていても仕方ない。この事態を解決するために我が IBC は総力を持って君たちに協力させてもらおう。総裁、ありがとうございます。とても心強いです。と言ってもこの状況はいかんともしがたいですわね。警察本部やタングラム門とも連絡が途絶しているのだったかしら。はい、何度か連絡してみたんですが、何らかの理由で通信妨害がかかった動力ネットワークによる連絡を試すことはできないんでしょうか。どうやら何者かによってジオフロントの動力ケーブルが遮断されて、何とか迂回ルートを確保すれば通信網を回復できると。ならば技術部のスタッフに最優先でやらせたまえ。警察本部、タングラム門、遊撃士協会との連絡はもちろんだが、市内の各端末との連絡も取れればさらに状況もつく。わかりましたわ。そしてもう一つの心、はい、操られた警備隊が俺たちを執拗に追った目的はキーヤの可能性が高い。実際俺たちに発砲した時はほとんど威嚇し、一方しんがりの課長たちには容赦なく撃ってきてた。キーヤを決して傷つけずに身柄を追う、そんな風に操られているのかもしれません。まあれだけ可愛かったらヨアヒムと言ったかしら。ずいぶん不気味な男。いや、正直彼が 何のためにキーヤが必要、白いファイルの最後にあった写真が、そもそもキーヤちゃんがどうしてあのオークションの場にいたのか、あの子の記憶が戻っていたら手がかりになったんでしょうけど。なるほど。いずれにせよこれだけの事態を引き起こしたと思われる人物は恐ろしく危険な男であるのは、君たちをこのビルにかくまったのは簡単には特定できないだ。万が一のことはあり得る。覚悟だけはした方が良さそう。はい、そうっすね。各所との連絡などは引き続き IBC のスタッフにやらせておく。キーヤ君たちも休んだことだし、君たちも少し休憩したまえ。それとも、いや、それは遠慮。それよりこのビルの中で補給できる場所はないですか。少々装備が心もとなくて。確かにさっきはいきなり襲撃されたからな。それなら1階のカウンターで各種の各メーカーの支社もあるので武器の融通も効くかもしれん。エプスタイン財団も入ってますから緊急時の備えもしていますから。なるほど、確かに何でも揃いそうな勢いですね。いや、さすがは天下の IBC ビルだぜ。ご配慮。それでは少しの間休。Thank you.